全部お前夜使えんのかお前ランクのクソ構成みたいになってるけど大丈夫バーレルこれ。あ、これ TP バレてない。テレポート流してテレポーターの中に TP した。今のうまいわ。これはバレへんわ。これはバレへん。繁盛ポジ。なんだ、あっこよく使ってんの繁盛さん。とんでもないこと起きたみんな。とんでもないこと起きたわ。しかもこれ全員頭なのがすごいわ。お待たせしております。引き続きバロラントチャレンジャーズジャパンスプリット1メインステージデイ2さあバインド、まあバインドミラー、おワンチャン月光来た。わっちゃりー、俺がやると。おーゼパゼパお前夜使えんのかお前。見とくかゼパの夜か、ね、あしかもデコイじゃなくてフラッシュテレポートゴーストや俺。まあ俺唯一夜だけやからわかんない。ランクのクソ構成みたいになってるけど大丈夫バーレルこれ。A バサミか広しいよね。トラダはスカイスモークを展開しましたが A ショットランクは取るバンナサイトラ固めてますよ。さトリプル裏に熱い顔を出してきたのはゼパーとバンナ。ガンブンは耐えられなかった。あ、ウィングも回収した。屋上は渡したとしてもランプは守り切ることに成功してますね。リテイクのルートは確立できている。ランプキープはガトラだ。 TP は残ってない。ましたね。さあ前夫のガイディングライト、しかしこれはガイディングライト。あータイミング刺してきたガトラだ。強い。しかしバンナン、バンナンが元行くのか。さあランプから飛び出してきた。ミサイル伸びた。ただこれ屋上警戒もしなければいけない。さあここでゼファー仕掛ける。これうまい。デュートクラッシュ、グラビティウェルも入ってきた。いや厄介だぞこれ。目もくれなかったが、さすがにな、時間ないしな。しっかりと飛んでいます。ゼパー、ゼパーの夜、ゼパーの夜の使い方あれやわ。テンズと一緒や。これ一人でシャワー楽して TP する。これはこれテンズがやってたやつやこれ。夜どうなの、サイファーでよくない。夜強いよ、はい、バインドちょっと前目では守る。夜じゃなくてサイファーでよくないって、ね、そもそもコンセプトが、キャラクターのコンセプトが違うからなんとも言えん。夜はサイファーにできんことできるし、サイファーは夜にできんことできるから。も今取れるベースが。おっとファンテン対して。おお。一気に進行しかけてきましたが。これ強いよな。やっぱりそうやな。ずっと夜はラーク要因っぽいこれは。だからただゼパの役割ってセンチネルの役割してるやろなこれ。そうですね。ラークして相手がウル詰めてくるのをケアして、ケアした後に TP してっていう。ゼパはセンチネル使ってるから、センチネル的な役割を担いつつエリア取れたら取ろうかなみたいな感じ。サイト内のあチェンバー、そうそうそう、チェンバーみたいなことやってる。待ち受けるとさっきもシャワー固く守ってるラウンドあってんけど、その時にバーレルは B 攻めて、で1個前のラウンド A 攻めた時に限ってシャワー打つみたいな。晴れるのを待ちました。そしてサイト組3をもうこれ早い段階で打ち合い発生しそうです。うわあ、トラップは嫌で、とんでもない動きだったしかしここで戦国ガトラーダー落とされてしまい、 B サイト全員が倒されました。さあ夜ウルタルよ。さあ夜はスポンガークリアしに行きましたね。ディメンショナルドリフトを使って情報を取りに行くゼファー、そしてジンブンもフェイクテレポートによって足が止まりました。さあガンブゼファー飛び切った。惑わしますね。デコあるよ。ブラックイズガードキープ、しかもフラッシュ1個残ってて、うん、場所分かってるね。ありますからね。そうですね、解除遅延は十分できます。さあどうなってる。もう一個上、もう一個上、もう一個上。ニューラルセフト。さあ位置は確定した。しかし解除に行けるか。おお、ジェーブ落とした。いや時間ない時間ない時間ない、とんでもないエムド。どうだ、間に合うか。いや間に合わない。そうですね、間に合った。うわー、また薄い 0.02 惜しい。はいこのジェットやばい。サイトランクの3名がどれだけ耐えきれるかっていうところが重要ではない。これはでかい。おっとゼファー、そしてスパイカメラでフッカーに対して進行していた前夫の情報は取ったんですが、ザリバーにいるぞ。踏み込んできた。同時にさあジンブン、しかしカバー、ジンブンやってんな。ジンブン、いやでもこれ A ショートのワイヤーも引っかかってるから、これどっちが本命だと。そうですね、ゼファーがもうやりたい放題。そして全部後ろに対応。さあワイヤーを使って解除、まずは敵の位置をあぶり出す。おっと、しかし2人目。さあこれでワンベイワン。さあラストの位置をロブ、
体力は申し分なし。 150HP、 まだハーフにも呼んでいません。さあ会場を鳴らして前に行く。いやフェイクだと読み切ってる。さあここで肘を出したらダメ。ロブよく顔出さなかったな。ジンブマジでエグい。さあゼファーはワイヤーを切りながら相当ね、これ一人でラークしてるゼファーが嫌なんですよ、はい、戦国は。そうっすよね。しかもこう打ち合って潰し行こうとしたところもね、うん、さっきやってるんで。こうやってアクションしたら夜寄れるからね。サイトラセット逃げれないぞ。続きました。すでにゲートクラッシュによってゼファーも B 側に寄っていっていますが、ミサヤ1人は持っていった。しかしトレードが続いていき、結果スパイク設置をウィングマンに委ねられている。あ、これ TP バレてない。人数有利の状況で。これうまい。これゼッパあれやわ、テレポート流してテレポーターの中に TP した。まだ同じように手前で打ち合っていこうともしたんですけれども、結局はないね。オートなってないぞ。かけてるのは。さあ会場を鳴らします。そして時間をかければゼファーも到着すると。敵残り1名。しかしここでゼファー。あ、うまいうまいうまい。今のうまいわ。ファーが落とされればちょっと意識しますね。ワイヤー。さあやはりディメンショナルドリフトを使って策敵。あ、CT いくんや。すごい。あのバナンがワイヤーにバナー？バナー？バナン。ちょっとあの今ワイヤー壊さなくて A ショートでピョンピョンしてました。いやゼファーうちに強いな、本当に。ゼファーがもうディフェンダーサイドを取ってくれたので。いやしかしここで乗ってる男ジム逃げない偉い。無理はしません。ポイズンクラウドを上げながら。まだ A ショットにワイヤーあるのはバンナンが先ほど体で情報を取ってますからね。そしてこのまあ復活に犬流されたらよるよな。いや E2 の配置今 B 復活に犬流されたらよったやろ。まあそうなるよね。テークバイトを構えた瞬間、ジェットがラクっぽく感じるよな。突っ込んできたバレル。バイクを設置。やばんな、うちはポジションだ。さあこれで今のゼウサがうまいわ。チンプガンブ二人の兄弟が挟み込む形を取ります。さあトリプルラン。チンプ持っていった。おいチンプ強すぎるやろ。17キル6です。チンプバーレル守りきつい。まあ守りの方がきついと思う。まあ前々戦うじゃん。さすがに正面の夜がすぐ寄れるから、まあ A でアクションあったら B から寄って。ただそう、センチでもらんから絶対にサイド1人残さなあかんからね。おい B ロンからフラッシュ来てるように見えて。あいら。おカメラで視認されたな。ああ逃げられなかった。そうそう、あらー。するね。出ましたね、ゲートクラッシュの弱点が。どうしてもね、ランデブーとかデリンドと比べて体が残りやすいんですよね。さあ、ジンブン、おっと、これブラストパックでエイムがずれた。そして、ゼンウも早い仕掛け。ゼンウさんがよう倒した。うまっ。カオリにとっては最も凶悪。うまっ。確認した、伸びた。あー、うまい。前に行きますが、守りはもう渡るしかないよ。それを防ぐため、これ夜ベイトやね。カーテン対策でもありますね。夜ベイトでジェット残りやね、これ。かなりこう、相手が展開している状態だなって。もうテレポ使ってるからね、1個。さあ、ゼファー打ち勝った。手前でガンブーは倒したが、バレてないぞ。これはバレへんわ。バンナンの一番で予想外。3人目、これはバレへん。3人です。夜が手前おったらジェットは警戒戦。普通反応された 1v4。 スパイクも A ショートに落ちたという絶望的な状況でした。繁盛ポジなんだ。あっこよく使ってんの繁盛さん。3秒エース。知らんわ。での光線。ああ、今日一郎のパールみたいな感じ。あ、なるほどね。ちょっと見てみよう。やっぱりこのバレルの前。極限。もうまぶたの下がずっとピクピクしてさ、やばい普通に。ずっと痙攣してるまぶたの下が、なんで俺バロランとしなきゃいけないの。ゴールド。あ、なんかあげなきゃ。とんでもないこと起きた、みんな。とんでもないこと起きたわ。しかもこれ全員頭なのがすごいわ。話し始めましたね。A ショートのゼファー行きますね。そしてかなり手前まで結構強いなぁ。試合を挑みましたが、ミサイルが倒れましたね。人分も1人は持ってきましたが、さあ残っている戦国のプレイヤーは3人。おお、よかった。イッチ、おい、このバイパー消える助け持ってるぞ。おお、ガンブを倒せ。当てる。ガトラだ。サイトの中でセッチョンを鳴らしながら立ち回る。おお、ガトラだ。2人持っていった。え、ワッツ、これはエローテだ。さあこれでコズミックディバイドの
もうこれこの壁を頼りに、まあ音聞こえてないけど呼んでるな。ロブとしては無理やり1キル取らないとオービタルストライクもあるんで引かれたら厄介ですよ。さあロブ行くしかない。伸びたは体力1、スラッシュ終わった。さあこれでスラッシュを展開。戦地位置にいるのは分かってる。さあカラトラだ、耐えれるか、どうだ、一旦は引いた、一旦は引いた、逃げた、えらっIQ 高っ。判断早っ。これは IQ 高いわ。姫に来ているバレル、これテレポして死ぬぞ。いや2人見えた、3人が3人映っている。おい湧いたそのまま。しかもこれゲートクラッシュの場所面白いですよ。ゲートクラッシュ引いたと水かけたらアタッカースポーンですからね。アタッカースポーン、うわ見てる、ガトラだ、よく見たな。まあ難しいよな。ユロング、おっと後ろついた、デカ筋。さあ、これで人数イブン、これでファウンテンがクリアが分かった。いや、しかもこれバンナン大きいのが、さあバンナン横取れてるぞ、横取れてる、タイミング、バンナンが広いエリア抑え切った。さあこれでも戦国はランプ以外まともに動けない。人数有利はバレルだ。さあミサヤロボ落としたが、2人の位置はバレてしまってる。ウィングマンは止めた、そしてガンブーン全フォトスが、まあ、バレてるからね、シャワー。ミサヤの位置はバレている、ミサヤ立ち回る、会場を鳴らすが、えら避けた、ブラックウィズに対してワンバイワン、ブラックウィズハーフまでいった、時間ない、時間ない、顔を出す、おー繋いだー、ゲーミング繋いだー。競技シンデレラ夜の開幕ウルトどうだやろうな。あのリスで3人敵の場所分かっても味方何もできんじゃん、難しいよ。シャワーはハードピックだ、しかしスパイカメラがその動きを捉えています。そしてショーストッパートリプルに対してなんとかかわした。いやー目が、いやもう一回勝負いった。さあゼバーフラッシュを使って、うわ逃げ切った、逃げ切った、お互い逃げた、まあ逃げたけどエリアがアビリティを一旦かわすことで成功。しかしいやでもこれサイト裏の情報取れてない、エリアを渡しています。もうるさあこれローブがスラッシュでどこまでスラッシュエリアで効くかですね。そうですね。さあただバイパーズピットとオービタルストライクが、さあ設置を通してバイパーズピット、うんこれはきついね。さあこのピットロブがスラッシュ、まずはランプに対して、しかしこれで出してもオービタルストライク。さあロブスンドカーが倒せる、成功。そしてバレルは一気にただバイパーが生きてる、バイパーズピットの中に対して近づいていっています。スラッシュと合わせたことでランプ内の取り返し、これマジウィズさん次第ダブルキル生まれました。これバイパー背中取ってるぞ、残ってるのはノビタとミサイですが人数より背中取ってる、背中取ってる、おおこれ取れる、バレル通しました、マジかよ。13対11。これ取れるんかよ。見事2マップ目。ファインドもバレルが勝利。マジか。俺無理やと思ったわ。